オレオオレオはモンデリーズインターナショナルの子会社であるナビスコが販売するサンドイッチ状のクッキー。白色の甘いクリームを2つの円形をしたチョコレートクッキーで挟んである。オレオは1912年の発売以来アメリカで最も売れているクッキーとなっている。アメリカでは牛乳に浸して食べたりクッキーを2枚に分離し、クリームを舐めてからクッキーを食べるという食べ方がよく知られている。 日本においては現在、モンデリーズジャパンが中国からの輸入販売を行っている。1912年にオレオビスケットの名前でナショナルビスケット社が販売を開始。1908年に販売を開始していたサンシャインビスケット社のハイドロックスクッキーの模倣品であった。最初の工場はニューヨーク市チェルシーの9番街15丁目、16丁目にかつて存在し、 現在そのブロックはオレオウェイとして知られている。オレオの名称は1912年3月14日に商標登録されており、最初のクッキーのデザインは円の花輪と中央のオレオの文字が特徴的なシンプルなものだった。アメリカでは透明なガラス貝のついた目新しい缶に入って25セントで販売された。1921年にオレオサンドイッチに名称を変更。 1924年には新デザインのクッキーが登場した。レモンフィリングを挟んだ派製品が1920年代の短期間販売されていた。1948年、オレオクレームサンドイッチに名前を変更。1974年にはさらにオレオチョコレートサンドイッチに変わった。現代のオレオのデザインは1952年にウィリアム・エイターニアーが作ったもので、 ナビスコのトレードマークも入っている。クッキーフィリングについては、ナビスコの主任食品科学者であったサムポーチェロが開発したものである。彼は、チョコレートカバードオレオやホワイトチョコレートカバードオレオも開発し、オレオに関連した特許を5つ保持していた。2006年1月より、オレオにトランス脂肪酸を含まない、非水素添加植物油の使用を開始した。日本では、 山崎のビスコが1971年にナビーという商品を発売したのが最初で、翌1972年にはオレオとバニラ味のビスケットであるスイスの2種類をパッケージした商品オレオスイスを発売した。ナビー、オレオスイスともに1970年代後期には発売を終了。百八十七年に同じ山崎ナビスコからオレオとしてこの美味しさ、 世界記録のキャッチコピーで発売を開始、テレビ CM には後藤久美子が起用された。30年近くに渡りヒットした商品ではあるが、ライセンス契約の終了に伴い2016年9月より、モンデリーズジャパンが販売を継承した。現在の CM には俳優の大森直が起用されている。山崎ビスケットは2017年12月より、後継菓子としてノアールを発売している。 オレオという名前の起源には諸説ある。植物油を表すオレオケミカルとは無関係。黒いクッキーで白いクリームを挟んだ外観か,から外側は黒いが中は白だとして黒人でありながら白人のように振る舞う人に対する皮肉として商品名が使われる例がある。基盤となるクッキー生地は長さ300フィートのオーブンの入り口で回転式型の機器によって 円形のクッキーの形に成形される。主な成分は砂糖、ダッチプロセスしたココアと外部の供給元から購入された純粋なカカオマス、そしてナビスコの製粉所で製粉された小麦粉を含む。日本では山崎ナビスコが販売していたものは日本国内の工場で製造していたが、モンデリーズグループでの製造は中国北京の工場で行われ輸入販売となった。オレオは 最初に開発されて以来、クリームフィリングを挟む2枚のチョコレートクッキーという伝統的なものだけではなく、多くの異なったバラエティが生産された。以下の一覧は、特に著名な最近のタイプの一部である。これら多様なオレオの多くは組み合わせて生産される。例えば、ミントで包まれたチョコレートファッジ、ダブルスタッフチョコレートクリームなど、2003年5月13日に弁護士、 スティーブン・ジョセフは、クッキーに水素化した、あるいは部分的に水素化した油脂を使った罪で、ナビスコを告発して提訴した。ナビスコが水素化油脂を代わりの油脂に取り替えることを検討したので、この訴訟は取り下げられた。ジョセフは、この問題に注意を喚起するために提訴したことを認め、自分の行動は成功していると思うと述べた。2006年1月時点で、 伝統的なオレオの生産には水素カイウシは使われていないが他のバリエーションのオレオは完全には水素カイウシが排除されていない可能性がある。アメリカ合衆国ではオレオクッキーは他の菓子の素材や飾りとして使われることが多い。オレオクッキーを入れたミルクセーキは人気が高く、またファンネルケーキのように揚げ衣をつけて油で揚げた揚げオレオが祭りで売られていることがある。 高級アイスクリームの一種として、チョコサンドクッキーの再編を混ぜ込んだ、バニラアイス、クッキークリームが作り出された。しかしながら、クッキークリームに入っているのが、本物のナビスコオレオクッキーかどうかは定かでない。オレオクッキーに類似した多くのクッキーの総称として、オレオという名称が用いられることがあるため、代用品として機能上同一なドロクシーや数、知れない。 ノーブランドのナビスコ以外のブランドのチョコレートサンドクッキーが入っているかもしれない。オレオはアメリカ合衆国の大衆文化に頻繁に登場する。ありがとうございます。